ジュール・アンリ・ベルノワド・サンジョルジュジュール・アンリ・ベルノワド、サンジョルジュは、フランスの劇作家、オペラ、バレエの台本作家である。オペラ、美しきパースの娘、バレエ、ジゼルの台本などで、今日でもなお知られている。サンジョルジュは1799年に、パリで生まれた。サンジョルジュは、1823年に、最初の作品、セインと、ルイス・ウレデ・ダイナーズを執筆した。 彼は、ウジェーヌス・スクリーブや、テオフィル・コーティエなどとの共同執筆も含めて70本以上の作品を残している。サンジョルジは1829年に、オペライコールコミックザの管理者となったが、その後も旺盛な執筆活動を続けた。彼の書いたオペラ大本のほとんどは、オペラコミックの形式をとっていたが、アレビのキプロスの女王は、グランドオペラ形式だった。バレエ、 オペラ、ボードビル、さらには小説などの様々な作品を残したサンジョルジュは1875年にパリで死去した。テオフィル・ゴーティエの小説、ミイラ物語にそうを得た作品である。ありがとうございます。